ムラトテショメ・ウィルットは、エチオピアの政治家、同国大統領を務めた、前任者のギルマ・ウォールド・ギオルギスやネガソ・ギダダと同様、オロム人である、ウェレガ州のアルジョ出身。1976年に中国に留学して、北京語源大学、1977年からは、北京大学に入学、1985年に終始以降、1991年に、 国際法の博士号を取得した。エチオピア会員議長のアブドゥラゲメダによると、外国の大学や研究所で教弁を取った。1990年代中頃、ギルマビールのもとで、経済発展、協力副大臣となり、2001年に、農務省に任命された。2002年から2005年まで、連邦議会議長でもあった。中国と日本、 トルコに大使として赴任した。トルコ大使であった2013年10月7日、手書目は議会の満場一致でエチオピア大統領に選出された。唯一の野党議員である民主主義と正義のための統一のギルマ政府もこの選挙を受け入れた。2018年10月24日に辞任表明、翌25日に退任。 2019年10月22日の即位礼静伝の儀に参列し、10月24日には、迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。息子が一人いる。ありがとうございます。